どうも、エルザレートです。それでは、トーエムをやっていきたいと思います。さて、結構ね、やることが多いんで、一つずつね、丁寧にやっていこうかなって感じかな。とりあえず、そうだなぁ。うちひげおじさんとかいろいろ出てたし、あの子供とかもね、ちょっとやりたいんだけど、パンクズもそもそも見つかんないんだよね。めっちゃ食ってるじゃん。あ、ちょっと待った。今、にゃんこちゃんいた。かわいいよ。落ちないように頑張って、そういうことね。ガラスもだってさ、全然見つかんないもんな。あ、これ中入れるのか。いや、あの、ネズミ多すぎません？お姉さん。いや、いらっしゃい。ここはカフェだよ。お客さん、ずいぶん久しぶりだな。ここネズミが出るんだ。僕は気にならないけどね。他のみんな気になるみたい。ネズミのベーカリー。ああ、僕の声量じゃ迫力かけるみたい。うん。はい。ほら、買えるんだ。ほら、君も。いや、ネズミはいなくなったみたい。ありがとう。その、助けてくれて。助けたのかな？それから、これもらって。シナモンロール。あ、これか。これパンクズだね。どう感謝すればいいかわからないよ。シナモンロールを好きなだけ持っていってね。いや、冗談じゃなくて。シナモンロールか。いいね。持ち物ってわけでもないのか。いや、マジでフリスビー持って行ったカラスどこ行ったんだろうなぁ。あ。これ街に一つとかじゃないんだ。はぁ。あ、うん？何が起きてるんだ？まさか。やったー。ねえ、君。君が助けてくれたんだよね。ありがとう。あ、新鮮な空気だ。とりあえず、そうだね。スプレーのやつを終わらせようか。はい。まず、アート一つ目が、イージー、音楽を止めてくれ。他にはないのか？二つ目。振動にふさわしい王冠だな。とりあえず五つだね。目ん玉。おい、何見てんだよ。それに、ケチつけるね、やべえな。ウェーイ、眠そうな猫だな。おい、待って。よう、ストリートアートを見つけるのがうまいな。中に歓迎するぜ。泥だらけ。この音楽をかけな。俺たちのテーマ曲が入ってる。ああ、ちなみに。これか。ああ、これはあれなんだ。綺麗にしないとダメなんだ。一応これで終わりってことか。これだけなんだね。あ、いた！
イエーイ。あ、そっち？えい、フリスビーゲットー。待って、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん取りたい。元気そう。元気そうだな、おばあちゃん。いや、でも、そうだね。いつまでも運転できるといいなと思うけどね。ほい、シナモロールあげる。ちょっとネズミが、寄ってる可能性あるけど。あ、なんかすげえのいたな、今。でかい。わ、パンクなオウム。5匹難しくない？これで私の頭もスッキリしたよ。カセットテープダメか、綺麗できないか。ああ、一応よくはなったね。はい、どうぞ。あったよ。緊急ニュースのひげおじいさんがいないね。そういえば、ひげじゃないもんな。よし、じゃあ行きますか。はいはい、バス乗れるよ。新しいカードあげよう。芸術品がマジでわかんねえな。ほんとわかんない。なんか決まりがありそうだけどな、パターン。はい、次行きます。キールバーグ行楽地、最後だね。それでは良い旅を。ようこそキールバーグへ。あ、スキーできんのかな。それちょっと楽しみだな。いやー、あったかいやろうな。こういう時の日ってほんとあったかいよね。ここは行楽地だよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。探検しに行ったらスタンプが集まったら戻ってきてね。はいはい。6個でいいんだ。少ないね。ん？なんかいる。大事な息子が風にさらわれてしまった。文字通り飛んでいったのさ。恐怖に吹かれて。あの子はまだ小さな風船なんだ。お祝いしようと思って外出たら飛んでいかれたってことか。にゃんにゃん。絶対割れるよね。にゃんにゃん。あー、いい写真だね。いいね、いい写真だね。あ、めっちゃ吹かれてる。じゃあ息子さん捕まえに行きますか。またそのよりか、左下。いた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 、これ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 、これ気になって。ヤギ。俺こんなところ登るヤギは、あるゲームのやつしか知らんぞ。あ、ハリネズミ？寒くないの？ハリネズミさん。あ、見といて。ほい。はい、ゴリラ。イエティか。よし。
雪鳥めちゃくちゃ速いよね。めっちゃ走るじゃん。あ、ボンバーヘッドの方、こんな寒い中外にいたの？あなた増えてるじゃない。私はもう体が温まったからこれあげるよ。あ、やった、マフラーだ。温かい首は健康な首。ありがとう。僕もいいね。あ、こういう空間好き。乗れるの？あ、乗れた。おいおい、おちびさん、スキーゴーグルなしでこの辺歩いちゃ危ないぜ。あ、ありがとう。まだ大丈夫。あの、お化け探しがね。え、なにこの子。ふわふわで丸い犬、かわいいなー。あ、なんかある。宇宙ヘルメット、もうゴーグルいらなくなるやつじゃん。いらななくって一個多かったけど。おお。はいはい、フォトチャレンジだよ。うん。何しようかね。え、フォトチャレンジヒントなし？ライトの壁。あー、降りれないんだ。あそこなんかいるね。お知らせ、キールバーグ名物のヤギ合唱団の歌をぜひお聴きください。ベンチに座って素晴らしいヤギの歌声をお楽しみください。ベンチ、はい。ヤギはどこ行ったんでしょう。ねえ、ヤギはね、まずここに。ヤギさん、あ、降りていった。3匹かー。おや、こんにちは。あなたは誰？え、わしは耳がといいんじゃ。あなたは誰？わしは年老いたロッククライマー。ロッククライマーなんだ。もうずっとここに住んでいる。ログシティから両親と一緒に引っ越してきてね。当時のわしはまだ子供じゃった。これは引っ越してきた日の写真じゃよ。あら、かわいい。その雪玉を転がして、高い山から落としたのを覚えておる。雪玉は転がりながらどんどん大きくなっていった。あれ以来あの雪玉は見てないな。あ、懐かしい思い出じゃ。ロッククライマー？え？ロッククライマー？キールバーグの山は全部登ったよ。まあ頂上は険しすぎてたどり着けなかったがね。今は引退してここでのんびり暮らしているよ。一方、君は冒険が好きそうじゃな。これをあげよう。登山ブーツだ。これで登ったりできるってことか。ロープを登るときもしっかり足場を確保できる。おお、練習ですね。音がいい。おお、若いの。才能があるようじゃの。ヒールバーグの探検を楽しんでくれ。お？なにこれ。なにこれ。え、もう いない？ヤギいない？ヤギいないか。
あの雪玉がうんちゃらかんちゃらって、もしかして、俺のこと？俺は？まさか、そんなはずは。こりゃ驚いたな。わしが作った雪玉がまだ残っていたとは。見せてくれてありがとう。心が温まったよ。ここ。あったかいといえば、これを持っていくといい。あ、ニット帽だ。ありがとう。ものすごい寒い場所もある。行って、凍えたら大変じゃよ。わはは。なぜこんなに寒いんじゃ？何に入った方がいいじゃろ。帽子くれたからね。お下がりか。しかもお下がりなのか。お邪魔し。あ、いい写真撮れそう。あ、いいねー。幸せなる若者。若者なんやね。若干野原ひろしに見えなくもない。あって、これで、登れるようになりましたと。ヤギも探しつつっていう感じだね。なんかめっちゃ刺さってるな。あ、あの時のか。どうも、お久しぶりです。いや、来てくれたのか。キールバーグへようこそ。もう気づいただろうが、ここはスタンハムとは大違いだ。キールバーグは思う存分探検したいのなら、必ず暖かい服を着ることだ。非常に厳しい風が吹くことがあるからね。それからもう一つ。必ず、忘れずにメックを撫でてくれ。ありがとう。こっちのワンちゃんも気になる。ケディ。あ、いいな。メック撫でたけど、この雪だるま。マジで入ってたのか。え？何が起きたの？僕の雪だるまが。大変。頭と胴体がなくなっちゃった。どこに行ったんだろう。こういうことですか？不思議だな。不思議だね。もしかして君を取るってこと？あ、違う。そういうことじゃないのか。ちゃんと別であるってことだね。またあったな。入っていいぞ。え？おー、やばそう。一体どこに隠れているんだ？あ、いや。俺覚えているか？え、もしかしたらあれ？もちろん。本当に？何回待ってるんだよ。俺はいろんな地域を偵察してたんだ。何なんだろうね。ボスは時々本当におっかないんだ。よく聞け。いた。もろ叩かれたけど。重大な事態が発生している。複数の地域で怪しい人物が目撃された。我々、奴の現在地を突き止めようとしている。ついに見つけたぞ。おう。連れてこい。あ、普通に連れてきた。お前のことは最初から監視していた。そうだ、一挙一動見ていたぞ。俺たちを出し抜けると思ったのか。あーって。すっげえ言うな。早速コートに隠れた正体を暴いてやる。え？なんだと。そんなはずはない。あの抱えの行動も常に隠れてたの？大した任務だな。全然気がつかなかったよ。よそべようこそ。なんて刺激的な任務だ。ことは、そもそも、スパイだったってことか。何だったんだろうね。何だったんだろうね。茶番ではあったな。話す？
あ、大丈夫です。もう、わかりましたんで。あー、入っちゃったー。あ、そっち行けたね。いやー、でもフォトクラブ意外と難しいねー。月生きた風船雪だるま。うん、やっぱ風船そうだよねー。月は取ってないなぁ。ね、月は取れてない。あ、いや、月あったわ、ヤギのやつ。で、そうだね。あとは、また探してって感じかな。とりあえず、ヤギはない感じかな。あ、2箇所いけるね。はい。ということで、今回ここまでしたいと思います。あ、とりあえず、そうだね。フォトチャレンジがだいぶ残ってるなーっていう感じかなー。一回こう、いろいろ探し回るのはありかもね。戻ったりしてね。そこら辺もだけど、まあ、とりあえず行けるところまで行って、なんか足りなさそうなものまた探してっていう風にやっていきたいなーと思いまーす。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回です。バイバーイ。